こんにちは。今日はですね、いよいよ待ちに待った、皆さんが待ちに待った、僕も待ちに待った死神 T シャツ第2弾が完成したらしいんで、ちょっと取りに行ってきます。行ってきますよ。来られました、死神 T シャツデザイナーの五郎さんの外国の車です。ありがとうございます。ありがとうございます。迎え来てもらって、ありがとうございます。 OK、 はい、ノーマルいくよ。はい、ノーマルで、これスポーツボードね。はい、今のノーマル。ちょっと高くなった。すごい。最後トラック行くね。はい、トラック。やばい。今ですね、死神 T シャツ受け取りに来ましたよ。着きました。取ってきます。ちょっと開けますよ。こんにちは。ここが死神 T シャツを制作してくださった東さんのお家です。かっこいいです。ちょっとお家、本当にお家なのかなっていう。ベビーメタルのレアな T シャツと、なんとですね、これマンウィズミッションの田中さんから差し入れでいただいたモンスターだそうです。おお、いい、めちゃくちゃいい。うわ、かっこいい。で、これじゃない、あれは、何でか、このサイズだったら全部、うん、A3 だ、A3。わあ、かっこいい。これな、これな、何の、あ、すごい。もうちょっと難しい。いや、落としたら、あれですね、借りて、ペナントを。で、新事業であるんだけど。最初は全然ない。で、シャローシュも入れてやろうと思ってます。シャローシュより東。シャローシより東です。はい。で、改めて死神 T シャツもデザインしてくださった五郎さんです。五郎さんのデザインでこだわった点があればぜひ教えてください。こだわった点。はい。結構その背中は今回文字なんで、そうですね。はい。そのフォントのデザインとあとバランスかな。はい。で、まあ、ちょっとかっこよく、はい、着たいやつ作れたらいいな、自分が着たいようなやつにしました。はい、あとはまあ刺繍かな、このフロントの。そうですね、フロントの、うん、この死神といえばこのマークなんで、はい、うん、これはね、今回はちょっともう刺繍にして仕上げました。はい、で、今回ですね、実は色違いっていうも、声が多かったんですけど、かたくなにもう黒一色っていうことで、やっぱり真っ黒でなければ一色で十分でしょう。その白とか、はい、いらないでしょ。黒でいいでしょ。そうですね、うん、死神だったら黒でしょ。ああ、確かに、確かに、そういいと思います。それはい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。制作してくださった東さん、東さんの
僕24年ぐらい前からのあのこの間一緒に2人でアソプラザホテルにも泊まりました。これ制作はご自宅でされたんですか？いや、工場で。あ、工場で。そうですよね。まあそうなりますよね。すいません、僕箱に入れただけしかやってないんですけど。あ、はい、大丈夫です。もう十分だと思います。全部パートさんがやってます。分かりました。心を込めてありがとうございます。その心を込めた T シャツがここに、そうですね、並んでますね。ちょっと楽しみなんで開けてみますよ。これ東さん釣り好きらしくて、ルアーこれなんか珍しいやつだそうです。これ全然わかんないです。これはね、はい、九州ではない、日本で一番予約が取れない船がね、呼子にあるんだけど。呼子ですか？サンライズって言って、はい、この田代誠一郎君っていうね、すげえ船長があって、その船長が作ってる。あ、手作り？いや違う違う、メーカーさんに。あ、メーカー、そうそうそう、はい、それ本当の話ですか？これマジマジマジ、これベラから、ベラ。あ、ベラ。そうそう、平間さんベラ食ってるらしくて、ベラの舞姫、はい、舞姫、うん、と、これがブルーフィッシュのベラカラー。ブルーフィッシュ、うん、ブルーフィッシュっていうルアーのベラカラーの、はい、こう赤ベラ、青ベラ。あ、赤いですね、確かに。あ、これ多分数十本しかないな、世の中で。あ、そんなもんなんですね。結構もらったな、なんか、あ、もらった。これがあれだ、これサンライズの、あ、田代誠一郎さん。そうそう、サンライズの、これ多分何十本しか作ってないんじゃない。これを、そう、本当の話、マジマジダムセル、これ使ったことないけど、これ魚が食べるってことですよね。そうそう、平正で、これサンライズの、サンライズ船の絵になっている別注平正さん。コピーとかじゃなくて、もうこれ多分見てる方で知ってる方おられたら、そうそう、多分興奮されると思います。昔やってたんですよね、最近全然行ってないけど。じゃあついに2年ぶりの死神 T シャツ、これ第1弾ですけど、第2弾ちょっと来ますよ。ジャンプする？はい、ジャンプします。来ました。どうでしょう、この死神 T シャツ第2弾。結構めちゃくちゃ眩しいです。めっちゃ眩しいです西日がちょっと、下だる下だる。おー、いいね、後ろ俵山どうでしょう、 T シャツ最高ですよ、着心地も最高です。で、これから順次注文してくださった方に発送していきますんで、ありがとうございます。この素晴らしい景色に囲まれて死神 T シャツがついに納品されました。ありがとうございます。あれはデザイナーのゴロさんの車が置いてあります。限定15台ぐらいだそうです。今袖を通したんですけど、めちゃくちゃいいです、最高ですよ、可愛いです、この死神マーク。ぜひ来ちゃってください。
今の T シャツを段ボールごと積もうとしたんですけど無理だったんで袋に入れました。皆さんありがとうございます。すみません、皆さんもデザインしてくださってありがとうございます。こんな何でしょうか。色が変わります。この中のライト、あ、肩